はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は遠足からずっと休みが明けて、やっと今日は幼稚園に来る日でした。子どもたちも遠足の思い出をお話ししながら楽しく登園していって登園する様子が伺いました。今日の園長さんではみんなで指定画ということで遠足の絵を思い出しながら描くことができました。朝の会のお話の時でも、先生観覧車乗ったんだ、アイスクリーム食べたんだ、こうお花見たんだよとか、おにぎりだったんだ、サンドイッチだったんだって、お弁当の中身もニコニコの笑顔でお話をしてくれる子がたくさんいました。年少さんなのでちょっと忘れちゃってるかなって不安に思っている部分もあったんですが、子どもたちもニコニコにみんな楽しかったんだよなって思い出しているところが見られて、子どもたちもちゃんと覚えてて、こう記憶に残る遠足になってよかったなと思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は火曜日ということで、年長さん、梅さんもものすごく楽しみにしている体操遊びがありました。体操遊びでは先週から跳び箱の練習をしているのですが、先週踏み台の練習を使って、本日は跳び箱を実際に跳ぶ練習が始まりました。私自身が幼稚園生で跳び箱を跳ぶ姿を見るのがとっても初めてで、なんかどういう跳び方をするんだろうとか、ちゃんとできるかなっていう不安もあったんですが、いざ始めてみると、もう私の想像を超えるようなすごい綺麗な跳び方だったり、体の小さいお友達もすごく上手に高く跳べているお友達もたくさんいて、すごく驚きました。来週からの体操遊びもものすごく楽しみです。そして今日はエンジョイイングリッシュもあったのですが、合間を見てイオンの方に飾る父の日の絵を描きました。これも前回の続きだったのですが、もう4月から梅さんになってからものすごく上手に、少しずつ上手になっていって、完成したお父さんの絵を見てみると、なんか私の知っている限りお父さんの顔を知っている人の絵を見ると、なんか本当にそのお父さんの顔に見えてきて、なんか上手だなっていうのと、よく子どもたちも意識しながら描いてるんだなっていうことを気づきました。絵の方も上手に描けるようになってきたので、作品展とかも楽しみです。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は5月生まれのお誕生日会をしました。はじめにケーキをお部屋で食べていると、こう5月生まれのお友達が、今日僕誕生日なんだって言ってくれたんですね。でも今日は誕生日じゃなかったんですけれども、そう、誕生月っていうことを言いたかったみたいなんですけれど、それがすごい可愛いなって思いました。ホールで誕生会が行われると、こう小さいお友達は初めての子もいますので、すごい緊張していて、こうそわそわして落ち着きがなかった子もいたんですけれど、年長さんになるともう自分の番が早く回ってこないかっていう楽しみがあったようで、すごいワクワクした顔をしていました。そして私は昨日竹組のお部屋に入ったんですけれども、その時に今日こう昨日こうエプロンを、給食のエプロンを置いて帰ったんですね。それで今日取りに行った時に、こう竹さんのお友達が、山口先生、昨日竹組さんに入ってくれてありがとうって言ってくれたんです。さすが年長さんって思いました。それがすごい嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は園外保育だったんですが、あいにくの雨で行けなくなってしまったんですが、子どもたちはお部屋で元気に遊ぶことができました。つぼみさんのお部屋では初めて粘土を遊びをしました。つぼみさんはまだお話が聞けないお友達がいましたが、ちゃんとお話を聞いて楽しく遊ぶことができました。最初は何を作るのか迷ってたお友達がたくさんいたんですが、
周りのお友達に、ヘビさん作ったよとか、アンパンマン作ってとか先生に狙ってたりするお友達もいて、僕もアンパンマン作ってとかいうお話がたくさん聞けたので、これからは自分で作れるように声かけをたくさんしていきたいと思います。これで今日のハッピーポイントを話す、ハッピーポイントを終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それでは今から私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つくしさんでは折り紙を使って制作を行いました。すごく簡単な折り方なんですけど、やっぱり難しいっていう子どもたちもいたんですけど、折り紙を折って貼った後にお絵かきするときにとっても楽しそうにしていたので、私も楽しくなりました。また今日は日直で門に立っていたんですが、保護者のつくしさんの保護者の方数人が、お家ではいつも枝川先生って言ってくださっていたので、とっても嬉しくなりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。